居心地のいい2人へと導いてくれるトリガーです。一度勇気を振り絞れば大丈夫。ふう。楽しく会話をしている最中、急にトイレに行きたいという衝動に駆られることってありませんか？居心地のいいカップルはそんなのお構いなし。トイレのドアを開けて用を足しながら会話を続けるのです。最初のうちは抵抗があるかもしれませんが、お互いのショーの音になれるのもきっと時間の問題です。そもそも生理のことを恥ずかしいと思うのがおかしな話。例えばですが、男性にもし生理があったとしたら、それが重い日には凄まじく俺様な態度を取ると思うんです。何はともあれ、信頼し合っている2人なら生理の話題を恥ずかしがる必要はなし。むしろ男性が興味津々になって、今まで密かに気になっていた生理にまつわる質問を投げかけてくるかも。これは自分には対処できない場所にできたニキビをお願い潰してというところからスタートするでしょう。徐々にエスカレートし、潰すのが楽しそうなニキビは何でもプチプチ潰し合い始めます。なぜかは分かりませんが、ニキビを潰すのと同様の快楽って人生ではなかなかありませんよね。これはちょっとダラダラしようかなという思いが数日に及んだ結果、ただ数日同じ服を着ていても気にならないのは相手への愛情の深さを表すと思うのです。でもヨガパンツを履いて3日目に突入しているのなら、そろそろ着替えて外に出かけてみてもいいんじゃない？恋愛の始まりって全てが新鮮に感じられてとってもワクワクします。でも正直、毛のお手入れがもう追いつかない。さすがに面倒になる日もあるでしょう。数日に1回がいつの間にか数ヶ月に1回に。そうして剃るのやめたなんて日が来たらもう最高です。付き合い出した頃はタブーとされていたであろうトイレの台の話ですが、一度口にすればもう取り返しはつきません。笑えるし開放的ですから、自然の摂理でもありますしね。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。